引っ掛けるやつ、はい、キープして、キープして、親指でキュッて反転する。で、次は足裏で引くんやけど、ちょっと行く、足裏で引いた瞬間にアウトにステップ入れてボールこっちに流す、うん、後ろから見たらこっちに行くように見えるよ。それを一発でクイックでここからキュッて反転してパウンドで、外側めっちゃ基本のガックマジで痛そう。これマジで痛い。次は外側痛いわね、全然。軸足を先に飛んで着地で、タクトボールちょうだい。ここら辺でベラオの、はい、ベラオのそのままのサイズちゃう。そんなめちゃめちゃ痛いわね、今は。いや、けどなんか痛めるやつやな。ここで痛いっすよ。いや、ナイスプレイです。で、反転したら最後は外側の反転のちょっとアレンジバージョン、こっちに、こっちに反転してこっちで返す。